ということで、9機の最終兵器鈴木カノンが虫のモノマネを披露。あ、じゃあチョウチョやってあげれば。チョウチョ、それかわいいっぽい。チョウチョかわいい。チョウチョかわいいんだ。じゃあチョウチョのモノマネお願いします。やめてやめて、カメラさん映さないで。モノマネができるということで、ぜひとも、はい、見せてください。はい、本当に様一回チョウチョ生まれ変わりました。はい、たなぎからいきます。はい。見たいものを言っていただけたら、はい、昆虫の中で下野さん、いや、なんかあります。あ、カマキリが見たい。カマキリって鳴きますか。カマキリいきます。あ、そういうこと。すいません、すいません。蝶々が得意なので。蝶々動きが、動きが素晴らしい。泣きまねかと思った。